いや、吉谷さん、びっくりしました。前回に引き続いてですけども、小野沢さんのところにね、ポーンとね、散歩気分で行ってたみたいですね。すごいですね。で、吉谷さんは自炊をね、されてることを動画でよく表現してくださるんで分かるんですけども、小野沢さんはね、どっちかっていうと外食でしょうね。そんな気がしますよ。外食でも自炊でもどっちでもいいんですけども、ただやっぱりやることがない人は自炊をやった方がいいかなと思うんですよ。というのが、自炊をする習慣っていうのは、時間のね、ものすごく短縮になるかなと思うんですよ。外食って案外お店に出かけたりとかね、そこでオーダーして待つとか、なんか手間がかかる分もあると思うんですよね。もちろん外食に行って学ぶこととかも多いと思いますんで、私はどっちかに触れた方がいいよってことではないんですが、ただ多くの方は、収入の上がらない多くの方は自炊をすることによって気づくこととか非常に多いんじゃないかなと思うんですよ。で、少なくとも食事を作ったり食べたりすることっていうのは、外食してるときはね、なかなか難しいんですけども、自炊をしたりとか自分で作ったものを食べてるときって自由に放送できるじゃないですか。それがまさに無料コンテンツの作り方かなと思うんですよ。だって動画作る時間がないっていう人に限って、飯食ってるところぐらい出せよみたいなね、それ出してないわけじゃないですか。だからそういうのを促進するために、私は菓子パンを食べ続けるところをね、ずっと放送したりとか、その菓子パンも4割引きの本当廃棄直前のやつばっかりを買ってきてやったりとかね、それからカップラーメンを食べてるところをやったりとかしてるわけなんですよね。なんかそういうふうにやれることあるんじゃんみたいなことなんですよ。さあ、ところでね、この食事をするのも、自炊をするのも外食をするのも一つの習慣だといえば習慣なんでね、手取り14万円を抜け出すための、3つぐらいの習慣いきましょうかね。財布に関わる習慣です。これ別の動画でも詳しくやったんですけども、稼げない人の財布の中はこうなってるんじゃないかなっていうふうなことをお伝えしたいと思うんですよね。まず一つ、財布の中に領収書ががっさり入ってるって形ですよね。これは2つの意味でお金が儲からないことをイメージしてるんですよ。まずは領収書がたまるってことは、何日も会計の処理をしてないってことですよね。ちゃんと今日使ったお金は今日管理した方がいいと思います。そうやって何にいくら使ったのかってことを確認することによって、だんだん無駄と有益なものとか分けられてくると思いますね。それからもう一つの意味は、何日もかかって領収書がそこに溜まっているってことは、何日も管理できてないってことだと思うんですよ。そもそも領収書をもらうようなね、ことの意味が分かってないってことなんで、この習慣はやばいなと思いますね。それからクレジットカード、2つ目の習慣なんですけども、クレジットカードが、3枚以上持ち歩いてる人は、これお金がたまんない人の習慣じゃないかなと思うんですよ。クレジットカードってぶっちゃけ1枚あったらもう十分ですからね。複数枚持つ必要はないです。40枚以上同時に持ってた私が、はっきり言いますけども、そんなにたくさん使いませんしね、セルフバッグでお金もらう以外は。だからサブカードとして、万が一ね、クレジットカードが時期以上とかで反応しなかった時のために2枚目持っておくってことは100歩譲って、3枚目以降はいらないですね。いらないものを持ち歩く時点で、その人の習慣っていうのは不要なことをする習慣に近づいてるってことだと思います。で、3つ目の習慣なんですけども、キャッシュカード、これをね、持ち歩くのは愚の骨頂だと思いますよね。キャッシュカードって銀行からお金をいつでも下ろせるようにするためのものですけども、そもそも思いもいらない出費って衝動買いなわけですよ。そんな時にお金が簡単に取り出せるカードがあるべきではないですね。で、本当にね、緊急事態の時っていうのはそれ以外の方法で対処すればいいんですよ。緊急事態の時にお金を下ろしてなんとかねっていうことじゃなくて、なんとかなりますから、それは。だから緊急事態でね、それを想定しながらやることは非常に大事なんですけども、それがキャッシュカードじゃないだろうって感じです。ということなんで、お金をいつでも下ろせるような状況に自分を普段からしておかないことですよ。月に1回使うべきお金を引き落としておいて、それを計算しながら日々使っていけば十分ですからね。それに今、キャッシュカードもクレジットカードも現金を持つことも必要ないぐらい、ペイペイっていうものの決済手段もありますからね。あれは会計の記録も同時に出てくるんで、レシートすらいらなくなります。だからこういうふうに自分を時代に合ったようにカスタマイズできるかどうかっていうのも大事な習慣だと思いますよね。このあたりを使えてないようだと、それは手取り14万以下になっちゃうのもしょうがないかなと思うんですよ。やっぱりこう、時代に合わせた、テクノロジーに合わせた自分のライフスタイルをやっぱ組み上げていくことが大事だと思うんですけどね。そういうふうに、
習慣ですよね。収入よりも習慣がその人の、うん、あれですよね、あれじゃないですか、手取りを作ってるんじゃないかなと私は思いますけどね。習慣ですよね。稼ぐ習慣、動画を撮る習慣、うん、ものを考える習慣、うん、考えるってことをもっと考えていくっていうね、そんなキーワードもありましたけどね。まあ、今日はそんなところですか。じゃあ、いってらっしゃい。